迷惑系配信写真やっちょ、懲役10ヶ月休刑、反省の弁を語る。8月27日、配信写真やっちょこと大原誠二さん、41歳、が、威力業務妨害の疑いで懲役10ヶ月を休刑されました。彼は2010年から活動しており、無免許運転や交番への不法侵入などで6度逮捕されています。昨年8月には、泥酔状態で焼肉店に押しかけ動画配信し、今年5月に逮捕されました。初公判で起訴内容を認め、今後は迷惑行為をしないと誓いましたが、検察は再犯の恐れが高いと指摘しています。みんなの反応。懲役10ヶ月？短すぎるよ。もっと厳しくしないと再犯防げないでしょう。新やっちょ、またやらかしたの？もういい加減にしてほしいわ。新やっちょ、ついに逮捕。これで少しは反省してくれるといいな。新やっちょ、ついに懲役10ヶ月か。これで少しは反省するやろな。新やっちょ、また迷惑行為で逮捕なんて、もういい加減にしてほしいよ。新やっちょ、反省して更生するって言ってるし、応援したいね。新やっちょ、懲役10ヶ月と格差、もう二度と出てくんなよ。新やっちょ、懲役10ヶ月とかやばすぎ、もう少し大人になってほしいわ。新やっちょ、また迷惑かけて逮捕、もう配信やめてほしい。新やっちょ、懲役10ヶ月は短すぎるよ。もっと反省してほしいな。新やっちょ、ついに懲役10ヶ月か。これで少しは反省するやろな。新やっちょ、懲役10ヶ月で反省のチャンスやん。更生期待しとるで。新やっちょ、反省して更生するなら応援するで。頑張れや。またやらかしたのかよ。新やっちょ、懲役10ヶ月は当然だね。新やっちょさんが反省して、もう迷惑かけないと誓ったのは良いことです。新やっちょ、もう刑務所で配信しろや。迷惑行為はもう勘弁してくれ。新やっちょ、反省して更生するって言ってるし、応援するで。また逮捕を？もういい加減にしてほしい。迷惑すぎるってば。新やっちょさん、反省して更生するって言ってるから、応援したいな。またかよ、新やっちょ、もう配信やめてくれや。迷惑すぎるわ。新やっちょ、また逮捕かよ。もう刑務所で配信しとけや。懲役10ヶ月？短すぎる。もっと厳しくしないとまたやらかすよ。新やっちょさん、迷惑行為はやめてほしいです。みんな困ります。新やっちょ、反省して更生するって言ってるし、応援したいな。新やっちょ、もういい加減にしてほしい。業務妨害は本当に迷惑だよ。新やっちょ、反省して更生するなら応援するよ。頑張ってね。新やっちょさん、反省して新しいスタートを切るのは素晴らしいです。新やっちょ、またやらかしたんか。懲役10ヶ月は甘すぎやろ。新やっちょ、また逮捕。もう刑務所で反省してほしいです。新やっちょ、またやらかしたんか。懲役10ヶ月は妥当やな。新やっちょ、10ヶ月も刑務所に行くなんて大変だね。新やっちょ、やっと反省する気になったんだね。更生頑張って。新やっちょ、もう41歳やぞ。いい加減にしろや。懲役10ヶ月は妥当やな。新やっちょ、もういい加減にしてほしい。迷惑行為ばかりで反省が見えない。新やっちょ、またやらかしたんか。もう反省する気ないやろ。新やっちょ、反省して更生するって言ってるし、応援したいな。また逮捕かよ。懲役10ヶ月も当然だね。反省してほしいけど、どうかな。新やっちょ、またやらかしたの？もういい加減にしてほしいわ。新やっちょ、またやらかしたの？もういい加減にしてほしいわ。新やっちょさん、懲役10ヶ月で反省して、次は良いことをしてほしいです。新やっちょ、またやらかしたの？もういい加減にしてほしいわ。新やっちょ、懲役10ヶ月と格差、もう刑務所で配信しとけや。新やっちょ、またやらかしたの？迷惑すぎてほんと勘弁してほしい。新やっちょ、ついに懲役10ヶ月休刑。これで更生のチャンスだね。新やっちょ、もういい加減にしてほしい。迷惑ばかりで困るよ。また逮捕されたなんて、もういい加減にしてほしいです。新やっちょ、もういい加減にしろよ。41歳で何やってんだよ。また逮捕？新やっちょ、もういい加減にしてほしい。反省してるって言っても信じられないよ。新やっちょさんが逮捕されて、みんなが安心できるね。新やっちょ、またやらかしたの？もういい加減にしてほしいんだけど。
みんなの反応としては新やっちょさんの再犯に対する厳しい意見が多いです。少数意見としては反省と更生を期待する声もあります。当チャンネルの意見として新やっちょ氏に対する懲役10ヶ月の求刑は彼の再犯防止には不十分かもしれません。彼の過去の行動を考慮するとより厳しい措置が必要だと感じます。